山田隆夫。これほら初めてだから、あのアフリカっていうのはね、エチオピアね、これから楽しんでまいりますんで。4月21日にエチオピア航空が、直行便が出てすごく早くなります。楽しみにしといてください。エチオピアの旅出発です。行ってきます。These Homo sapiens are the nearest ancestors of the modern human beings. Yeah, it's hot, isn't it? It's hot.教会の中で、あんまり入ったことないんだけど、はい、すごい綺麗だね。すげえ。わあ、ラッキー。15メートルぐらいの。カバが。オーガニックコーヒー、ね、これがコーヒーの元ですよ。日本と同じだね。ほら江戸時代はね、火事が起きるところね、カン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 。青ダイル川なのに赤いよ。よし、ありがとう。いやー気持ちいい。いや、ほらすごいね。いやー、まるでね、16世紀に戻ってきたみたい。この素晴らしい景色、エチオピアの世界遺産です。それでは行きます。1、2、3。うわ、セミン の山にこれから行きます。世界遺産です。風が強くなったよ。下からほらガスがすごいね。あー、怖い怖い。高所恐怖症なの。足がガクガク震えちゃってるよ。あー、天気が。野生のね、猿怖いけど、ちょっと顔どんな顔か 見に行きます。目と目が合っちゃダメなんですって。えっ、あら来たよ。やめて。
ここはね、うん、あの3000年前に、うん、エチオピアの文化発祥です。あ、ここは文化の発祥の地なんだ。そうです。3000年前。そう、3000年前。へえ。ここはじゃあ何か建てたの？あ、それあの芝の城、神殿です、うん、そう、ここに神殿があったんだ。神殿。はあ。あの真ん中のあたりに女王が住んでたんだね。あ、そうです。あちらの、はい、芝の女王がここにいた。そうです、ね、寝てた。だからここには芝が生えている。はあ。うわ、大きいね。これなんていうの？あのオブリックス。オブリスク。アクスムのオブリックス。これあの1700年前に、うん、あの出たのあのオサマのお墓です。高さが33メートル、重さが520トンだそうです。すごい。ここに10個のお墓があります。すごいね。今の石碑の下ですよ、これ。そうですね。ラリベラ空港に到着いたしました、これからまた世界文化遺産を見に行きます。いやいやいや、しかしよく掘ってこうやってね、道を作るもんだね。はい、皆さん、エチオピアの素晴らしい世界遺産を見せます。どうぞ。あのこれはね、あの12世紀の一番最後の作られたのギオルギスの教会。ああ、ほら、すごい建物、これデザインがいいね。いやー、人がねたくさんいますけど、クリスマスの日になると3万5000人ぐらい人が集まるそうです。じゃあ暗いところは地獄で、明るいところは天国に行けるってことね。そうですね。ああ、そっか。いやー、皆さん、これが出口です。出口ね。だけどこれが出口とはね、みんな同じように作ってあるから、まさかここが出口だとは見ないでしょ。おい、もう20分歩いてんだよ。まだまだ。あ、もうすぐ。厳しい。ああ、香ばしいです。子役の頃から拝見させていただいた。いろんなその観光とか産業とかね、あの経済的な発展がこれから進んでいけば、将来的な可能性が非常にある素晴らしい国だとね、うん、はあ、いやー素晴らしい。というわけで、私山田隆夫が、エチオピアの大自然をご案内させていただきましたけれども、本当にエチオピアっていうところは素晴らしいですね。世界遺産が9つもあるんですよ。 I love エチオピア。それではまたお会いしましょう。世界中に座布団と幸せを運ぶ山田隆夫でした。